はい、鳥海さん、木のおもちゃ館の佐藤です。本日ご紹介するおもちゃはこちらになります。以前もご紹介したことあるんですけども、お野菜もぐもぐという名前の、おもちゃになります。ここに、手と顔が見立てたと思うの、口がちょっと大きく開いてますけども、この木箱、上がちょっと丸く開いてるんですけども、この子も名前がありまして、ベジタ君で、このベジタ君という木箱があって、こちらに今ちょっと並べてますけど、10種類の色違いのピースがあります。この、野菜、ちょっと果物もありますけども、これをこのお口にベジタ君に食べさせてあげるというのが、お野菜もぐもぐと言われるゆえになりますけども、で上から取れますけども、これ、ちょっと紹介したいと思います。この形はもう分かるかと思いますけど、いちごですね。これウライナーと同じです。2色なってます。いちご、じゃあこれはちょっとゴツゴツしてますけども、じゃがいも、じゃがいもに見立てたものです。これは、はい、そうですね、かぼちゃ、かぼちゃになります。はい、こちら、これは形が特徴的ですけども、ナスですね。でこれは、玉ねぎですね。でこれは、野菜なのかですけども、レモンレモンですね。ちょっと果物もありますけども、で、こちら、これはちょっと色から見るとあれですけども、形で見てもらってピーマンですね。ピーマン、でこちら、これは、トマトですね。トマト、でこの最後の2つはちょっと難しいんですけども、こちらは、リンゴ、リンゴです、で同じく似たような形、これはさっきのものと比べると、下がリンゴはちょっとこう、くびれてますけども、こちらまん丸、似てるんですけども、ちょっと調べてみたら柚子だそうです。ちょっと言われないと難しいかもしれないですけども、柚子だそうです。で、この10種類が、それぞれ表裏色の違いであるんですけども、こう食べさせてあげたいだとか、あとは、遊び方としてはいろいろ、コミュニケーションを取りながら遊べるようなものになってて、例えば、こういうものを入れておいて、出てきたものを取って、これなんだみたいに、お子さんと言い当ててみたいだとか、あとは、大人の人がこのベジタ君になりきって、大人じゃなくてもいいですけども、お腹空いたよ、何か食べさせて的なお子さんに食べさせてもらう、ちょっとなんかすみません、なんかこんな感じで、いろいろコミュニケーションを取りながら遊べますので、で何よりまずこの可愛らしい作り、一つ一つがすごい可愛らしいものになってますので、楽しく遊べるかなと思います。でこれは、その先ほどから紹介している通り、この2色ありますけども、これなんで2色かっていうと、パズルとして遊ぶこともできます。なので、ちょっとそれ用のシートがあるんですけども、パズルだと例えばこういうふうに色の違うもので挟むと、これひっくり返すっていう、このパズルのルールを覚えるようなこともできますので、サイズは小さいんですけども、そういった遊びもできるようになってます。何よりすごく可愛らしくて、遊んでるご家族ですごくコミュニケーションが取りやすいおもちゃかなと思いますので、館内では赤ちゃん、専用の、ハイハイ広場というところで遊べるようになってますので、ぜひ皆さん、一緒に遊んでみてください。こちらは、名前覚えましたかね、ベジタ君ですけども、合わせて、お野菜もぐもぐというおもちゃになります。ぜひ皆さん遊んでみてください。鳥海山木のおもちゃ館は本庄インターチェンジを降りて
車で10分の距離にあります。行き方は本庄インターチェンジを降りて左折し、万願寺の信号を右折、そこから次の信号がある玉の池交差点を左折し、1キロほど進むと鳥海山木のおもちゃ館の看板が見えてきますので、そこを右折してください。道内に進むと建物が見えてきますので、踏切を越えてすぐ右折した先の駐車場に車を止めていただきます。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。